一員は、チェコ、フラデツクラーロベー州の都市、ボヘミア北東部に位置する。一員は、プラハの北東約85キロメートルに位置する。チェスキーラーイ産地の端にあたる。空から眺めた、バルドシュテーン広場一員の町ができたのはおそらく12世紀後半である。町の最も古い場所は、現在のベリッシュ城の麓、スタレーミイストである。 その後すぐ町の中心は、シドリナ川に守られ位置の良い 2km 北方へ移動した。最初、一員は、ボヘミアの横領に属した。一員の名について触れられた最古の記録は、1293年8月1日付の、バーツラフ2世ヒグタハブスブルスカーの公文書である。町の名は、グタに由来すると信じられてきたが、この説は、近年疑問視されている。 グッタの死後に、バーツラフ二世は町に検証を授けている。ヤン王時代の1337年、一員はベネシュのバールテンベルク家に売却された。1360年代に学校と46の教区を統括する司祭が駐在するようになった。再び売りに出された一員は、1437年にベネシュのハシェクフォン・バレンシュタインを領主にいただくこととなった。 その後、1452年にはイジーが、1480年にはサムエル・フラデクが、領主となっている。1487年に領主となったトルカ・ホンリパケは、ルネサンス期の時代の一員を治めた。この時代にトルカ・ホンリパケは、一員に、関税法や特権を授けた。一員一体に、多くの池が作られたのも同じ頃である。1607年、 トルカフォン・リッパケ・トーシュ・アン・ルドルフは、一員を、ボヘミア有数の資産家で貴族である、スミルジツ・キーフォン・スミルジツへ家のジギスムンとへ売却した。1618年、ジギスムンとの所領相続について、争いが起こり、1621年の白山の、戦い後、最後の男系相続人が、将軍、バレンシュタインの庇護を求めた。一員を継承したバレンシュタインは、 フリードラント港に寄せられ、一員の都市改造を行い、初期はロック様式を取り入れ左右対称の街並みを作った。バレンシュタインに招かれたイタリア人建築家、ニコロセブレゴンディが1633年に代表的な建物を設計した。バレンシュタインの高齢の行政府や新しい職人街ができ、一員はバレンシュタイン軍の主たる物資供給地となった。一員は 高架の鋳造まで行っていた。彼は、すでに教区のある一員に、イエズス会やカルトジオ会を招聘した。しかし、1634年のバレンシュタインの休止で、都市計画の多くは未完成に終わった。バレンシュタインの領地は、帝国の管理官に収められることになり、1635年に、ルドルフ・フォン・ティースバッハが収めることとなったが単なる、軍との地位に落とされた。 その後も領主は変わり、経済的重要性の大半は失われたものの、文化的特殊性は残った。1850年、県の行政府が置かれると、いくつかの工場が一員にできた。1866年の広島戦争における自沈の戦いで、プロイ戦軍に占領されている。1918年のオーストリア半がり、帝国が解護、一員は、 チェコスロバキアの一部となった。1938年から1945年までは、米面メメレン保護領の町、ドイツ語名、自沈となっていた。第二次世界大戦後、チェコスロバキアに復帰した。ありがとうございます。